ステファノ・グベルティはイタリア出身のサッカー選手。ポジションは MF。2000年に出身地アッセミニのクラブアッセミネーセのユースチームに入団。2003年からはセリエ C1 のトレスへ移籍。2004年にセリエ D のアルゲーロへレンタル移籍すると、ここでトップチームデビュー。1年目ながら25試合に出場する活躍を見せた。 復帰したトレスでも、レギュラーとして29試合に出場し3ゴールを奪うなど活躍し、セリエ A のアスコリへ移籍。2006年9月10日のアタランタ戦で、セリエ A デビュー。2007年4月17日の AC ミラン戦で、セリエ A 初ゴールを記録。アスコリでは、アスコリが、セリエ B に降格した2007から08シーズンに、自己最多の40試合出場。 7ゴールを挙げるなど、中心選手として活躍した。2009年2月にわずか6ヶ月間の契約で、バーリへ移籍。18試合の出場ながら自己最多の9ゴールを挙げ、バーリのセリエ B 優勝、セリエ A 昇格に貢献した。2009年6月、バーリとの契約満了に伴いセリエ A の名門、エースローマへ4年契約で移籍した。 ローマでは7月30日の UEFA ヨーロッパリーグ予備予選のヘント戦でデビューを飾ると8月27日のコシセ戦では移籍後初ゴールを記録したしかし監督のルチアーノスパレッティが辞任しクラウディオ・ラニエリが就任して以降は出場機会に恵まれず2010年1月にサンプドリアへレンタル移籍した 1>, 1月17日のカターニア戦でサンプドリアでのデビューを飾ると3月7日のラツヨ戦でセリエ A 初得点となる先制点を挙げた2010年8月昨シーズンの後半をプレーしたサンプドリアにローマとの共同保有で移籍その後は鳥の FC へレンタル移籍していた2012年夏2011年4月23日の バーリセンにおいて青町に携わったとして、懲役3年を言い渡され、所属元のローマから解雇された。ありがとうございます。